黒猫アマズライトチョッピーせーの黒猫チャンネル、イエーイ、イエーイ。さすがにないかもしれないですけどね。でもまあ卵見つかったら嬉しいな。このセットはね水分多め。いやでもさすがにねえかな。どうもこんにちは、黒猫チャンネルの黒猫です。ありがとうございます。今日はこれです。そーっと、そーっとね。わ、かわいい。何やってんのお前、何やってんの。ちょっとカメラ近寄ってみます。お前何やってんの。手広げて威嚇のつもりだね。いや、かわいいな。はいはい、ということでね、今日は四つ星ひなかぶとです。四つ星ひなかぶとの繁殖、四つ星天国計画なんだけども、すごく順調にいってます。はい。この子をね、100匹以上に増やそうという計画ですね。今ね、どんな感じになってるかというと、こんな感じなんですよ。はいはい。これがね、今生まれている四つ星ひなかぶとの幼虫たち、ほとんど初例です。ここからですね、ずらーっとあそこまで。そうですね。数えてみるとね、41匹孵化しています。で、横にずらしていって、今見えてるプリンカップ。これが全部ね、卵のやつ。うん。上の段のやつはね、どうも生まれそうにないやつですね。で、下の段のやつの方が生まれそうなやつですね。ちょっとズームしてみますか。iPhone 手持ちに変えました。こんな感じですね。こんな感じで生まれそうな子たちがここに並んでいると。で、あっちゃんも生まれてるやつね。うん、こんな感じです。で、上の段の卵ね、生まれそうにないんですよ、ほら。生まれそうにないでしょ。まあ一応こうやって、生まれたらあれなんで、残してるんですけど、生まれそうにない感じではあります。と、まあ、いうことでね、今日は四つ星ひなかぶとのね、産卵セットの方を、またまた暴いていっちゃいます。今日暴く産卵セットはこれです。ですね、これ、見てもらったらわかるんですけど、もうかなりね、産んでるんですよ。こんな感じで、わかります？1回目で31個、2回目で、15個、3回目も15個。で、4回目、7月22日頃、ちょうど今日ですね。なんで、4回目のね、産卵セット暴きをね、やってみたいなと思ってるんですよね。もうさすがに産んでねえかなと思うんですよね。だって61個今産んでますから、もうさすがにねえかなと思うんですけど、でもまあ、どこまでね、記録伸びるのか、ちょっと気になるんでね、暴いてみたいと思います。おー！よいしょと。わ、すげえ。食いまくってるね。二つ入れてたんだけど、二つとも殻ですよ。まあ二つっていうか、半分に切ってるんで、まあ一個なんだけどね。一個丸々食べてますね。はい、じゃあ早速やっていきましょう。軽くひねってあげましょう。いきます！よいしょ！はっ！もうさすがにね、産んでないかもしれない。あ、ひなこいる。ひなこちゃんはここです。このちっちゃいひなこちゃんが、元気元気。ちっちゃいひなこちゃんがね、61個も卵を産んでいる。どこにそんな卵入れてんのって感じなんですけど。ね、もうさすがに産まないかな？わかんないですけどね。期待して暴いてみたいと思います。さすがにないかもしれないですけどね。でもまあ卵見つかったら嬉しいな。このセットはね水分多め。いやでもさすがにねえかな。ありました。本日1個目、通算ですね62個目の卵ですよ。すげえだえ。
ひなこすごいよ。綺麗な卵。これはね、膨らんできてる。はい、バッチリ生まれそうな卵ですね。いや、すごい。ほんと1個目です。これは次々見つかりそうですね。マジか。あった。本日2個目の卵です。綺麗。この卵も綺麗だ。エンジン全開じゃないですか。ほんと。はい、2個目です。まだまだいきますよ。あった。ここにあった。ほら、うわ、見えなくなっちゃう。どこ。あったのに、わかんねえ。あった、発見。ちょっと見えにくい角度なんですけど、ここにあるんですよ。ほらほら、出ました、出ました。綺麗ですね。土をできるだけ、あ、マットをね、できるだけのけて、はい、よし、これですね。生まれますよ、これ絶対。本日ね、3個目でございます。どんどん行きましょう。あった。4個目ですね。ちょっと見えにくい角度ですが、ここです。お、この卵もとても綺麗ですね。見えます？はい、4個目です。めっちゃ綺麗。米粒みたいだな。まだちょっとしか見てないの。4個ですよ。すごいですね。まだまだいけるんじゃねえかな。あった。本日5個目です。これ卵の数ってギネスとかあるんですかね。ね、種によってね、この種はこんだけ卵を産みましたみたいな。うん、ちょっと気になるところではあるんですけど、いやでも証明する術はねえもんな。はい、OK ですね。また見つかりました。5個目ですかね。いきましょう。あった。まだまだいける感じですね。7個目？あ、6個目か。6個目。すげえ。ほんとすげえな。いやー、ひなこはすごいよ、ほんと。ねえ、一人で60個以上産んでるからね。70超えそうです、これ。あー！はいはい、さっき落としちゃいましたけど、6個目の卵、ゲットです。もう6個ですか。まだちょっとしか見てないのにな。ねえ。はい、じゃあそろそろね、いつものパラパラ作戦いこうかな。ちょっとこの塊気になるから。うん、不発だな。よし、いつものパラパラ作戦いきますか。ね。はい、いきましょう。じゃあいつものパラパラいきます。今日はね、10個出てきたらいいかなって思ってるんですよ。そういう感じでやってみましょう。あった。7個目ですね。すごい。7個目。ということはね、あとちょっとでね、70に届きますよ、これ。はい、続けていきましょう。あ、こっちにある。ここにありますね。わかる？ここ。8個目だ。よし、大事な卵。大事に。大事な卵大事にしよう。8個目です。あと1個で70個届きますよ。続き行きましょう。70届くかもしれない。
あらららら、ラスト一個出てこねえな。マジ？うん、もう一回ね、よく見てみたいと思います。やだー、ありましたよ、通算70個目。本日9個目の卵ありますね。よー、70個届いた。すげえ、マジか。はい、卵です。70個目ですね、これね。いやー、70個はね、いったんですけど、とりあえずもう1個っていうのはね、もうなかったですね。ということで今回はね、なんとか70に届いたっていう、そういう感じですね。はい、まあどこまでいけるかね、ちょっと試してみたい気もすごくするんで、ちょっとひなこにはね、もう一回頑張ってもらおうかなと思います。よし、とりあえず3番セットの方がね、もう一回できました。だけどもちょっとね、さすがに70個産んでるんで、一回ね、休憩させたいなと思います。いやー、すごかったですね。でね、ちょっと再ペアリングしておきたいと思います。皆さんもたくさん食べてるし、まあ、体力的には問題ないと思うんでね、これね、これ入れて、で、ひなこちゃんを先に投入をします。はい、あー、ごめんごめん。うん、で、ひなおくんですね。ひなおくん、今日餌交換したばっかりでまだ食べてないですけど、隠れてます。シャイな子なんですね。ひなおくん、出ておいで。お、おお、はいはい、ひなおくんね。で、ひなおくんを、まああの、すぐにペアリングするかどうかわかりませんけど、とりあえずは軽く乗せておこうと。うん、こんな感じで、まあ、すぐにはしないかもしれないですけど、特にね、攻撃するわけでもないんでね、こうやって置いとこうかなと思います。だいたいまあ1日ね、置いとけば大概はペアリングは完了してますよね。四つ星の場合、ペアリング終わった後ね、印が出るんで分かりやすいんですよ。じゃーん、ということでね、トータルで卵9個ゲットできました。うん、これはね、一時保管でちゃんとプリンカップの方に入れますんで、今日はこのまま置いておきます。はーい、すごいですね、ひなこちゃんね、素晴らしいです。もう一回ペアリングしてね、再度産卵に挑戦してもらおうと思いますね。すごいっすね、ほんと。ということで、一匹でね、なんと70個の卵を産んじゃいました。この夫婦、すごいです。どこまで続くんだろうか。またよかったらね、コメントなんかで感想を聞かせてください。今日はこれでお別れです。黒猫チャンネルの黒猫でした。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。